ートした選手が追いついた場合は、コースオープンといって、から来た選手に進めてもらうような、まあ、高い選手でコースオープンして、秋から始まると、コース選手が入ってきてくださいます。今年もね、今、チェンジしておったんですけれども、すぐにリカバリーして、次のゲートを見ておりました。お疲れです。ということで、今日も参加します。
回参加してくれた選手は、全てのカテゴリー合わせて22名なんですが、皆さん、本当に彼女らの成果、たくさん練習しに来てくださってます。ぜひその練習の成果を存分に発揮してもらいたいなと願っております。山本選手、18番ゲートまで上がりました。ラストこの2つのダウンゲートがかなり体力消耗しているところで、辛そうだなというふうに見受けられます。さあ、ラスト、ゴー。さあ、続いてスタートしたのが、実験番号8番、ハイスープ選手です。最後まで自分のできることをやりきるというのが、この方です。内藤選手はなんとまだ不動だって、なんですが、とても力強いと思います。
森田選手、第2スカルプまでやってきました。と今出かされましたね。
残り2ゲートです。体力的にも厳しいところですが、すごいですね、ボートがぐんぐん進んでます。上流から下ってきたのが、出身番号19番の星真澄選手、大分県加能協会所属です。コメントはチェーンしませんように、ご自身がしませんようにということで、コースには後半まで立ちかかってますが、いかがですかね。この18番ゲートを取る様子を見るとかなり順調そうですが、この1週間、大会に向けて、加能クラロームセンターで、毎日練習してくれていました。ああ最後までいいですね、移動してません、お疲れ様です。最初中間になっていないんですが、2人とも CRA のクラルコードで進みますので、こちらを寄せて質問の確認をお願いします。まだ指定はもう一つの印象が、コースが15分のところでということで、
ジュニアの選手、カヌスラローム選手、カヌスラロームアカデミー所属の選手、非常に多いんですが、皆さん、本当にすごく上手です。このカヌスラロームアカデミーを、今、コーチをしているのが吉田コーチなんですが、そろそろ吉田コーチ、解説などお願いしてもらえますでしょうかね。ですね、この解説っていうのもなかなかコーチの面白いところなので、ぜひスポーツセッターの吉田選手、吉田さんから解説をいただきたいです。2本目ぜひ解説お願いします。さあ、吉川選手。ゴールしました。9番ゲートまで来ました。行われていた K1 のカテゴリーと今行っている K1 は乗っている船ですとか飛ぶパドルの形がかなり違いまして、 K1 はパドルという飛ぶブレー飛ぶパドルのブレード側面が片方しかついていなくて、船の中に正座して乗っているという K1 よりもさらに不安定で難しい競技ですね。中島選手、ちょっとすごい早いですね。さあ、もう第3スカルプまで到達しています。
カヌレでもかなり間違いないです。今第2スカルプまで来ました。白いラッシュガードを着ているのでなおさら顔の暗さが目立つんじゃないでしょうか。ちょっとこんがり焼けついてですね。さあ山本選手いいですね。ダイナミックなんですけれどもすごく落ち着いた漕ぎで18番ゲートに差し掛かります。最後まで全然スピードが落ちませんね。さあラストゴールまでゴーゴーゴーゴゲートも綺麗に通って残り2つのダウンゲートです。かなり体力的に厳しいところですがパドルを持ち替えて最後まで力強い漕ぎです。